仮面くん、今日すごく暑くない？暑いね、今日。仮面くん、次の日曜日、パイス食べに行こうよ。ああ、いいっすね。私、アイス食べ放題の店知ってるんだ。食べ放題？アイス食べ放題ってあるんだ。そして日曜日、待ち合わせ場所に到着した。あ、ごめんごめん、待った？ちょっとしか待ってないよ。ってか、何その黒いマフラー何？うっかりしててマフラーつけてきちゃった。てか、なんか左側にいる人何なの？すごい気持ち悪い人いるんだけど。この人は昨日親知らず4本抜いて腫れちゃったんだって。えげつないな。ここが今日のお店だよ。マッドアイスワールドって言うんだ。なんかすごい店だな。怖いんだけど。なんかいらっしゃいませ、こんにちは。いや、めちゃめちゃ不気味なアイス屋さんだな。アイス食べる前に何塗ってんの？アイス食べる前専用のリップクリームだよ。そんなのあんの？実はこの後私の双子の妹も来るんだ。え、双子だったの？めちゃめちゃ似てるじゃん。いや、よろしくお願いします。うちの妹、私がアイス食べに行くって言ったら、私も行くって言って聞かなくてさ。アイス食べたい、アイス食べたい、アイス食べたい。ああ、そうだったんだ。そんなに妹さんもアイス好きなんだね。ちなみにこの店バイキング形式だよ。しかも全部のアイスがカロリーゼロ。あ、バイキングいいじゃん。ちょっと俺もちょっと面白いアイス探しに行こう。俺このアイスにしたわ。なんか普通のアイスだね。どのアイスにしたの？私はね、このアイスにしたよ。え、何それ？顔がついてんの？かわいいね、なんかすげえでかいけど、それ食べれる？わかりません。何これ、死ぬほど美味しい。いやー、もう本当に美味しいね、アイスね。てか、飲み物牛乳？この白い液体はヨーグルトだよ。ヨーグルトか。っていうか、ヨーグルトのこと白い液体っていうのやめて。ちょっと待って、アイス手で触んのやめろ。だって気持ちいいんだもん。ちょっとまた気持ち悪いの食べてんな。何それ？次はこれ食べてみよっと。いや、気持ち悪すぎるって。それ食べない方がいいと思うよ。頭キーンときた。いや、だからそんなに食べたからだよ。いや、どんな姿勢で食べてんの？こうやって食べたら痩せるらしいよ。なわけあるかい。いや、バリバリ食べるじゃん。私、そろそろ本気モードにしようかな。それ本気モードなの？そんなでっかいアイス食べれんの今から？だってゼロカロリーだもん。ゼロカロリーなわけないだろ。そんなん食べたら顔ブクブクに太っちゃうよ。そうかな、想像してみるね。どんな想像してんの？顔ブクブクになったところ想像してんの？何そのアイス、気持ち悪いって。それ意味わかんないアイス持ってきたな。こんなアイスもありました。てか、肉まんみたいなアイスだなそれ。このアイスもかわいい。ちょっと待って、なんでアイスを抱きしめてんの？てか、それ本当にアイス？これ本当にアイスなの？わ、楽しい。二輪バウリみたいに食べさせんなよ。かわいそうだろ。どんな食べ方してんの？顎で食べてんじゃん。だって暑いんだもん。こうすると冷えてすっごく気持ちいいよ。仮面くん、おかわり持ってきて。はいよ。これも可愛いでしょ。なんかてか、すでに別の食べてんじゃん。いや、二人とも仲良すぎでしょ。くっつきすぎだって。だってお姉ちゃんの体どこも柔らかいんだもん。え、そうなの？お姉ちゃんがまた変な顔のアイス持ってきた。そうだね。どんなアイスそれ？ちょっと待って、宙に浮いてるんだけど、このアイス。どういうアイスこれ？もっと人間みたいなやつ持ってきたな。何これ？私の顔真似どう？妹さん、すごいアイスみたいな顔になってるけど大丈夫？もはやどういうアイスこれ？え、てか、佐藤さんも体どうなってんのそれ？いや、ちょっと食べ過ぎて体恐ろしいことになってるよ。さすがに食べ過ぎたんじゃない？いや、下半身太りすぎだろそれ。羊みたいになっとるやないかい。帰る時に最後のアイス持って帰ろうとしてるのやめて。どこに隠そうとしてんねん。だってまだ足りないんだもん。てか、なんでドアノブ取ったの？私はベビーカーでこれを持って帰ります。何それ？気持ち悪いアイスだなそれ。アイス持って帰る用のベビーカーなんかあんの？1時間後。ちょっと2人ともどうしたの？え、確かにヤバいアイスばっかり食べたけど2人とも表情ヤバいことになってるよ。あのアイスまた食べたくなってきた。欲しいよ、もっとちょうだい。さらに1時間後。ちょっと待って、2人合体しちゃってんじゃん。どうしたの？化け物になっても私のこと好きでいてね。当たり前やろ。もうええわ。どうもありがとうございました。はい、今回もね AI でいろいろ画像を作ったんですけど YouTube に見せられない画像がたくさん登場しました。もし見たいっていう人はコメントでニックネームを書いてください。X か TikTok か Discord の DM でニックネームとキーワードを送ってください。今回のキーワードはこちら。